続いてのニュースです。来年度民事党が衆議院での通過を目指している沖縄米軍基地拡大法案のキーマン田宮隆三防衛大臣と同時に開発が進められているリゾート開発の責任者鈴木義信国土交通大臣が今日そろって現地沖縄へ視察に訪れました。日本防衛の鍵ともいわれる弾道ミサイル防衛システム通称新 BMD システムの導入を目指す田宮氏。一方これまで沖縄米軍基地拡大法案に一貫して反対する立場を取りながら沖縄の内需拡大のためリゾートの開発を推し進めてきた鈴木氏。意見の異なる両大臣揃っての沖縄訪問に政財界からの注目が集まっています。田宮氏の現地到着に先駆け空港前には基地の拡大に反対する市民が大勢詰めかけ範囲を示すビラを配るなどする一方、鈴木氏はリゾート開発による内需拡大を支持する地域財界関係者に迎えられ開発候補地の視察へと向かいました。田宮氏の米軍基地拡大法案、鈴木氏のリゾート開発、ともに現地でも意見が割れており、法案成立に向け両大臣とも各方面との調整が必要と思われます。確かに BMD の導入は今の日本にとっては重要なことです。しかしこれ以上沖縄に日本防衛のための犠牲を払わせるわけにはいきません。それを少しでも軽減するためにも内需拡大を見据えてリゾートを開発することでなんとか地域の振興に貢献していきたいとそう考えているわけです。国を守ることは私の責務だ。それ以上言うことはない。空港到着後インタビューに応じた鈴木氏とは対照的に田宮氏は足早に車に乗り込み現地の視察へと向かいました。突然の両大臣の沖縄訪問に野党からは鈴木氏の沖縄リゾート開発に田宮氏が便乗する形で強引に米軍基地拡大法案を進めようとしているのではないかと疑問の声が上がっています。地元の住民の反応はどうなんでしょうか。基地がまた拡大するのは嫌だけどリゾートで沖縄が潤うんだったらまあいいのかなって。お隣の国がミサイルを撃つっつったって沖縄じゃなくて東京とかを狙うわけでしょ。タミヤさんはさ結局沖縄のことなんか考えてないんだよ。次期総裁候補として呼び声の高い鈴木タミヤ両氏の沖縄での行動に今後も注目が集まります。続いてのニュースです。今のニュースここの立ち退きの話なのかな。おじさん。
だと？
らっしゃいませ。
お、なんだと？痛い目見ねえとわかんねえか。ありがとうございました。ありがとうございます。
います。ありがとうございました。
もしもし。いらっしゃいませ。
どうも。お。こんにちは。こんにちは。うん。ただいま。その様子じゃ負けたか。次は絶対勝つ。元気な子供ですな。あれ、お客さん？ああ、挨拶しろ。はじめまして、シロウです。ほう、ちゃんと挨拶もしっかりできて気持ちのいい子だ。おい、あんたが桐生だな。この子供にあんたどういう教育してるんだ。見ろ、喧嘩であざだらけだ。どうしてくれるんだ。ああ、橋本さん、お久しぶりですね。ん？え、あ、赤坂先生。え、なんだよ。
お？なんだよ。まあ。うん。エリちゃん。さあ、勇気を出せ。あやこちゃん、私ありがとう。そしてごめん。なんであやこちゃんが謝るの？本当はね、私エリちゃんがお金持っていくところ見ちゃってたんだ。でもね、私その場でエリちゃんのこと止めてあげられなかった。エリちゃんのことを本当に思ったら、私あの場で言うべきだった。後悔してるんだ。私の方がお姉ちゃんなのに勇気がなかった。私にもっと勇気があればこんな大きなことにならなかったのに。だからごめん。私も許して。ごめんね、ごめんね。
うん、ごめんなさい。ああ。